たまび知識認定コーチの西村です。本日はハンキーパンキーのローライズタンガっていうお話をします。ハンキーパンキーのお話、この間1回したことあるので今回はその2です。私メルマガで下着のお話をしたら、女友達からそっちの質問ばっかりなんかたくさん来たので、動画を見ている皆さんも知りたいかなって思ってお話しします。男性の方きっと興味がない話かと思うのでスルーしてください。ハンキーパンキーのいいところって、ローライズタンガがすっごい外に見えないぐらいな感じのデザインになってるんです。これがそれです。じゃじゃん、ローライズタンガっていう種類なんですけど、普通のタンガよりここが短いんですよ。だからジーパン履いた時に、夏なんかにちょっとローライズのジーパン履いた時に見えにくいんです。なので履きやすいです。サイズがワンサイズと日本向けの XS サイズとあるんで、小柄な方は XS 選んだ方がいいです。後ろがこんな感じ、股ずれ防止になるんですよ。黒ずみ起きちゃうのがちょっと若干減るっていう感じで、履いてて気持ちいいです。これ2色版なんですけど、普通1色展開でこんな感じです。私黒すごく使えると思うんですよね。普通の他の黒いブラにこういう黒のローライズってすごいいい感じだと思います。超使えます。でも私黒ばっか入ってるわけじゃないですよ。普段白のワンピとかピンクのワンピとかワンピースですね。あとは普通の会社勤めのこういう格好とかに響かない色って、やっぱこういうピンクとかオフホワイトとか白だと思うんですよ。でこういう色のものって、実はこの形H&M とかで売ってます。渋谷店だとナイティとか下着売ってるとこあるでしょ。そういうところにこういう白ピンク3枚1組ですごく安い価格で売ってるので、ぜひティーバッグトライしたい方はそういう安いやつから始めてみていただいてもいいんじゃないかなと思います。ハンキーパンキー1枚2000円とかするんですけど、 H&M だと3枚2000円とかだったかな。なんかすごい安いので、ぜひなんかちょっとそういうのトライしてみたいなって方、 H&M なんかの海外ブランドおすすめです。